亀山城は伊勢国鈴鹿郡亀山にあった日本の城。別名を粉長城という。文永2年に関下根忠によって和歌山に築城をされ、その後現在の位置に移された。江戸時代は東海道の要衝としてたびたび城主が変わり、石川氏の時代に幕末を迎えた。伊勢亀山城は、 文英二年に伊勢兵士の流れを汲む関佐根忠によって伊勢国鈴鹿軍は歌山に築城された。神戸、国府、下部と、峰、亀山の各城を居城とする関五家の宗家の居城として重きを成した。その後、関市の時代のうちに現在の位置に移され、英六十年の織田信長の伊勢進行以降は、たびたび戦場となった。天正十一年には、 ガモウジサトが上となっっている天正18年にに豊臣秀吉に従った岡本義勝が入城後、天守、本丸、二の丸、三の丸などのその後の亀山城の母体となる城が形成されたとされる。江戸時代においては亀山城は伊勢亀山藩の藩主の居城となった。江戸時代初頭には丹波亀山城の天守を解体するよう命じられた。 堀尾忠春の間違いによって天守を取り壊されている。またこの時期の亀山城は幕府の宿所としての役割があり、上落する徳川家康、秀忠、家光などが本丸を旧白に利用している。このように本丸は徳川将軍家の旧白にたびたび利用されていたため、城主巨漢は二の丸に置かれていた。官永十三年、城主となった。 本田俊治の手で大改修が行われ、天守を失った天守台に多門櫓が築造された。2006年に復元された二の丸帯るは多門櫓明治維新以降は明治6年のいわゆる廃城令によってほとんどの構造物が取り壊された。このため現在は天守台、多門櫓、石垣、堀、土類など一部が残るに過ぎない。ただ、多門櫓は 現位置のまま残る中核的城郭建築として、三重県下では唯一の依存例であり、現存する多門櫓として、全国的にも数少ない存在であるため、本丸南東の天守台と多門櫓本体を合わせて、旧亀山城、多門櫓の名称で、三重県の史跡に指定されている。また、二の丸御殿玄関は、西町の県常寺本堂に移築されている。 旧亀山城、多門牢。三重県教育委員会。2012年8月5日閲覧。亀山市観光協会。亀山市公式サイト亀山城、多門櫓復元修理について検指定史跡、亀山城、多門櫓を復元江戸末期の姿よみがえる。伊勢新聞亀山城、多門櫓で、火災、不審美化。中日新聞旧亀山城、多門櫓。 平成の大修理完成、亀山市旧亀山城、多門矢倉の修復終了7年の地震で、被害、見え、毎日新聞2013年4月6日旧、亀山城、多門矢倉、4月から公開修復完了30、朝日新聞2013年3月18日。ありがとうございます。